に駆け戻り、また入れてくれと泣きつくだろう。再起不能にしてやる。
見があれば見通しもつく。海に入った敵が一人とも二度目を戻るんだ。最後の貴重な瞬間に喜びを仰ぐ。
でにお前をひざまずかせた。またやってやる。大切なことを教えることができた。善が顔を染めて悪がはびこる。ここにあるものすべては我々が準備し、労力を注いで作り上げた。私は絶対に諦めはしない。賭けの対象が大きすぎる。勝てやしない。お前は孤独だから。させない。そんなに頑固なの？戻ればいいのよ。そうよ、そうしよう。全体、他に私にどうしてほしいの？あなた分かっていない。
を痛めつけるなんて手段を選ばないつもりね。苦しんでまで出ていく価値はあるの？こんなにも多くの死を招いても。ここまでしなきゃいけないなんてひどい人。あなたはとても猛烈でも傲慢な人だ。
ば。負けは許されない。私のゲームだ。いい動きだ。私の動きを素早く読んでいるな。私の動きをどれほど読めるか。見事。君は自分が思う以上の力を戦いの間私についてその代償を払う覚悟は。私は仲間たちみんなの期待を背負っているの。私たちはとても似ている。お前は怪物。
は向こうに行けない。わからないよ。お前がいるし、私の世界は弱くなり、そして死ぬ。お前が最後。
私たちはいつだってあなたの味方なのに、なぜ？あなたのミッションは重要だ。私たちの存在、私たちと戦って何の得になるというのです？彼らがあなたを迎えてくれるとでも？彼らにとってあなたは部外者、脅威の対象。なぜ彼らの世界の方が私たちの世界よりも重要なのです？あなたの特徴は極めて異質です。自分勝手で傲慢。あなたは勝者ではなく裏切り者として戻ってきた。お前の判断力の問題だ。勝つべきなのは誰か分かっているはずだ。肝心なのはお前がどうする。